皆さんこんにちは、ケンです。今日は5月の24日金曜日、あさって5月の26日日曜日にワカサギセンチュリーライドに出場します。で、ここで告知なんですけど、ケンが160キロコース、マミが80キロコースにそれぞれエントリーしてます。ワカサギセンチュリーライドは昨年も出てるんですけども、まあ、昨年の経験も生かして自転車につけるどういう装備で行くかっていうのを、まあ、ご紹介しようかなと思います。動画撮影するので普通にライドされる方よりはちょっと装備が多いんですけど紹介したいと思います。で、私の160キロコースの仕様がこちらになります。全体はこんな感じです。で、細かく今から説明したいと思います。はい、それではハンドル周りからご紹介したいと思います。ハンドル周りはこんな感じで、まず私の160キロコースではこのオズマアクション1台を使って撮影していきたいと思います。はい、でオズマアクションの、遠隔操作をするためと撮影の確認、あと画角の確認をするためにここにスマホマウントを取り付けて、スマホでこういうふうに録画停止っていうふうに遠隔操作してライドの映像を撮っていきたいと思ってます。で、次これボントレガーなの1300ルーメンのライトをつけてます。ワカサギのコースは結構トンネルもありますので、まあ、結構明るいライトをセレクトしました。はい、で次サイコンガーミンの 820J だったかなを使います。で、主にいつも私なんですけど、心拍数、ケイデンス、スピード、勾配、距離、あと時間ですね、現在時刻、だいたいいつもこれを表示させてます。はい、で、ここちょっとスマホマウント取ります。これ Amazon でなんかランキング1位のやつなんですけど結構使えますね。です。で、ここベル、ここはベルついてます。ノブのベルで、ここなんですけどサイコン外してこれ、ここには実はモバイルバッテリーをつけてます。オズモアクションはですね、ここに充電のする場所があるんですけど、まあ、いざですねオズモアクションがもう電池切れやばいなって時はこれ、まあ、あんまする気ないんですけど、最終手段としてここに SD、ここが SD 挿すと、で、ここが充電の穴なんですけど、オズマアクションのケースはここのカバー、本体のカバーを外せば、まあ、ここに、穴が開いてるのでこうつなげながら、まあ、こういうイメージですね。今まだ予備バッテリーとかが全然販売されてないかな、ちょっと確認してないですけど、これ新商品なんで、まあ、そういった今電池の持ちの問題ですねっていうのはこれで補っていこうかなと思ってます。これならライド中でも走りながらでも充電できると。このマウント結構良くて、これも Amazon で買ったかな。こんな感じ、モバイルバッテリーはちっちゃい、スマホ充電1回分かな、満タン充電1回分のやつに、これなんかこういうマウントつけてます。こういうマウントで、ここがゴムの素材なんですね。で、ゴムの素材なんでこうやってきっちりすれば結構わかります、落ちることない。基本的に1回ライドで走ってるんで落ちない、ずれないってことが分かってるんで、はい、これちょっと製品名忘れちゃったけど、確かなんですけど1000円以下で買った記憶があります。をここにこうやって、まあ、これ動画撮影者仕様っすね、ここについてはね、普段はみんなつけないかな。だけどこれって例えばサイコン、ここにつければサイコンの充電だったり、あとはまあライトが、まあ、ブルーベ出てる方とか長距離走る方にはいいんじゃないかなって、このマウントがいいアイデア製品だなって思いました。もちろんこのフレームバッグもつけて
ってるんですけど、トップチューブのここにこういう風な充電の仕方もできますよね。例えばこの中にモバイルバッテリー入れて、こういう感じでここにモバイルバッテリー入れて、こうやってつなげることもできるっていうバッグですね。これはトピークのフレームバッグになります。3点止めしてます。で、中にはまず財布、この中には、なるべく重くしたくないんで、小銭は300円程度しか入れてなくて、あとは千円札と、あとこれ怪我した時用に大きい絆創膏を入れてます。で、この中には補給食を入れて、で、さらにちょっと今から紹介するんですけど、4ミリの工具、これさえあればサドルの調整からハンドルの調整から全部できちゃうんで、これしか持ってかないです。あとは予備のボンベを入れつつ、で、ワカサジのイベントでは、お水とか飲み物が配られるので、こういう100均のドリンクカップっていうの、これ100均で買いました。これコンパクトにこういう風になって、ここに入れておきます。で、これが7点で、一応今迷ってはいるんですけど、ボトル2本積んでいこうかなと思います。一応念のために、すごい汗かきですし喉乾くので、体勢で行こうかなと、はい、で、シートポストの方行くと、リアライトで、これサドルバッグで、サドルバッグの中にはぎゅうぎゅうまずタイヤレバー2本と、これさっき見せたボンベは2本持っていて、ここに入らなかったね、さっきの1本はフレームバッグに入ってるんですけど、と、チューブが2本、1本でもいいとは思うんですけど、パンクして乾燥できなかったっていうオチが一番嫌だから、一応重くなったとしても2本持ってきます。以上が、一応160キロコースの県のバイクの仕様になります。はい、続いて80キロ走るマミの装備一覧をご紹介します。はい、まず全体こんな感じ。はい、じゃあ周りハンドル周り、はい、ハンドル周りです。で、マミの場合すっきりしてるんですけど、マミは GoPro6 で、こうテストマウントですね、これで撮影するスタイルになります。なんでハンドル周りが私と比べてだいぶすっきりしてますね。で、サイコン、これね、これであと何キロ走らなあかんかっていうのはチェックすること。80キロ、まあ昨年120キロ2人で出るんで80キロは余裕だと思うんだけど、一人やしなで、まあこれボルト400やね、400ルーメンのライト、そしてベルで、シートポスト、リアライト1個。一応マミのロードバイクはエアロシートポストになってるんで、サドルバッグをつけることがなかなか難しいので、このツールケースですね、ツールケースにパンク修理が入ってます。で、今からマミに、何が入ってるか説明するから、いざとなったらこれを使う。で、まずこれウレタン手袋2個入ってます。パンクしたらまずこれチューブ1本、で、これがポンプね、ポンプで、これビニール袋、ゴミとか捨てるためにね、いらないチューブとか汚れないように、で、タイヤレバー3本とゴミ、タイヤ機が入っている。1本でいいかなと思ってる、正直チューブはよっぽどチューブレスだからって貼ってるんだけど、よっ
ほどパンクねないと思うんだけどな、ちょっと心配です僕は。はい、今日はこんなところで、まあ、80キロの場合の僕らの装備と、まあ、160キロ走る場合のロングライド仕様の装備、まあ、ちょっと撮影機材とかは余分なんですけどご紹介する動画でした。他にもね、なんかこういうの持ってくといいよとかなんかあればコメントで教えてください。その他にも、まあ、朝6時スタートなので寒いと思うんで、こういったジレですね、こういったジレとかは後ろに忍ばせておいたりはしようかなと思ってます。結構山やし寒いもんね、朝大きいと気温下がったりすると思うんで、天気良さそうなんで、まあ、雨の日は雨の日でまた違う装備になるんだけど、レインウェア持って行ったりとか、シューズのカバーつけたりとか変わってくるんだけど、まあ、基本この晴れる前提かつなるべく無駄なものを持っていかないような天まみの機材紹介でした。参考になるところだけ真似したいと思う方がいれば真似していただければいいですし、まあ、こういうのもあるんだとか、これも結構好きですね。サドルバッグ好きです。今回サドルバッグ大きいのじゃない理由が、まあ、ワカサジは本当アップダウン激しくて、結構ちょっとダンシングしないときつい勾配のとこもあるんで、そのためにわざとここわざとですね、ここを軽あの、まあ、重くしないで、なるべくこの重心を下の方に重いものにフレームのここの辺につけるということを考えてます。じゃあここら辺にねつけた方が絶対安定するから、ここにつけちゃうとダンシングがね、まあ、こんなところで本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。